Give me some time, give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. やっぱり好きだったんで、自分の仕事よりもやりたいことだったからだと思います。自分が人生をこう切り開いていく中で自分の一番の武器となるものだったので、まあ、今フットボールを続けています。一番はやっぱりアメリカンフットボールが好きだったし、やっぱり自分にとって一番大切なものだったので、それをなんか簡単にやめるっていう選択肢は自分の中にはなくて、可能な限りチャレンジしたかったです。慶応大を選んだ理由は？慶応を選んだ理由は、その高校生の時に強豪に負けてこう引退したっていうのがあったんで、強豪に勝てる中堅校で、そこで日本一に本気でなりたいと思ってました。なんかどうせこうチャレンジするんだったら面白い方がチャレンジした方がいいかなと思いました。一番はやっぱりシーガルズ独特の雰囲気がもう圧倒的に他のチームとは違う。一番フットボールに対して本気な人たちが集まっているし、ずっと意識していたという憧れているチームではありました。ワイワイ楽しむじゃなくて、本気でプレーすることに対して面白いっていうふうに楽しんでる大人たちのなんか姿っていうのをすごい感じました。いや、今はもう本当に自分のこう未知の領域に挑戦しているっていう感覚ですね。具体的に言うと NFL に挑戦しているんですけど、本当に自分がこう今の自分で届く世界ではなくて、自分自身の最大の挑戦ですし、まだ見たことない景色だと思うんで、まあなんていう一種冒険みたいな、本当にどうなるかわからない中でこうリスクをこう恐れずにチャレンジしているんで、冒険であり挑戦でありっていうような感じです。まずはシーガルズでNFL選手が出て、そこにこう他の日本のフットボールが続いていくような、なんかそうありたいなっていう気持ちもあります。シーガルズなくして今自分が挑戦はないと思っていますし、日々刺激的なフットボール生活を送れるのも、そういった本気な選手たちが集まってくれる環境だからこそ、こう自分がこう常に刺激されて高いモチベーションを保って自分の挑戦ができているんだなって思います。なんて言うんですかね、すごく大事な場所です。